はい、ハイエースファン編集部です。今日は OZ 白洲さんにですね、新型のですね、車検対応の前向き3点式シートベルトが3箇所3名分ついた、レボシートの方の、展開の方をですね、実演していただきます。白洲さんお願いいたします。はい、ではとですね、従来と違ってシートバックが、規定でシートベルトの長さの規定でですね、長くなってしまう、というところがありまして、そのギミックとしてですね、シートバックを反転させてから寝かせてというような状態で、こういうふうに、ベッド状態になるというアクションがあります。で、もともとピローとして使ってたような感じのものがですね、今白洲さんの左手のところにあるんです。この部分がそういう風になってまして、ここを外すと従来の、シートと同じ幅のレイアウトということになります。で、今台座の向きを変えるっていう形を実施していただいてるんですけれども、で前とと同じようにですね、向きを変えたような座り方っていうのもできるという感じですね。はい、こんな感じでした。はい、白洲さんありがとうございました。